ミビング書店のニムさんです。ヨッピーです。今日はこちらハクションという本を紹介したいと思います。文を書かれたのは相原博之さん、絵を描かれたのは中岩寺隆夢さんで、このお二人のユニットの名前はター先生だそうです。で作られたのがター先生になりますね。はい、でこちらはですね、もう表紙から大きい口でライオンが、あ、今にもくしゃみが出そうって顔してますけど、うん、ちょっとこのくしゃみが出る原因っていうのがこの、うん、鼻にいるハエ虫何の虫でしょうっていうところですね、うん、またね、うん、今ちょっとこのご時世ね、くしゃみちょっとご法度って感じですけど、そうですね、うん、はい、ちょっとねこの虫に要注意っていう感じですね、はい、はい、でちょっと帯にもあるんですけど、たくさんの子どもたちのちょっとこう反応を見ながら、うん、1000人の子どもたちと一緒に作られた絵本になってます。うん、はい、1000人ってすごいですね。すごいですね。なんかいろんな保育園とか、うんうん、たくさんの子に一緒に呼んだそうですね。うん、でまたこの帯もちょっとねくしゃみしてるんですけど、マスクにもなってるので、うんうん、ぜひ帯も取っとかないとご使用ください。はい、ということでね、中もちょっと見ていきます。はい、はい、でね、まず開くとさっきの鼻にいたこの虫が飛んでます。うん、ブーンってね、うん、なんとこの虫いたずらが大好きなクシャムシくん。クシャムシ、はい、へー、クシャミをこうなんか誘発させる、うん、カーみたいなね見た目はね、いたずらですね、いたずらしそうなね、うん、顔してますね。まずね、ブーンと飛んできて、まずこの裏表紙にもいるんですけど、カメさんのところに飛んできますね。ちょっとカメと見つめ合ってますね、並んでね、うん、ブーンと飛んできて、カメもちょっともしかして手が届かないかな、もうどうしようかなと思ってる間にね、鼻にピッて止まっちゃいました、くしゃみしかだね。わあ、はあ、くしゃみが出る前のね、うん、ああ出そうって感じで、うん、ハクションってくしゃみが出ちゃいます。したらね、その勢いでカメの甲羅がなんとポーンと上に飛んじゃいました。飛ぶんだ。飛んじゃう。カメは甲羅取れちゃった、どうしようって顔してます。甲羅飛んだ、なんかそうそうそう、体がすごいですね。体がね、なんかこうなってんのっていう感じです ね。トンネルかな。甲羅なかったら何かちょっと分かんないくらいです ね。カメもびっくりです。はい、次はね、ブーンと飛んできて、ここに書いてある、うん、キリンのところにやってきました。キリンもね、なんか虫が飛んできたなーって顔してね、またクシャムシ君と見つめ合ってます、うんうん、ブーンと飛んできて、でまた鼻に止まっちゃいました。キリンもね、あーあーってなってて、もう歯も見えてて、腰向いて今にも出そうな、すで、うん、にもう首も曲がっちゃってますけど ね、うんうん、あ、くしゃみ出る、ハクションってくしゃみ出たらね、長い自慢の首がくしゅっとこう縮んじゃって、うんうん、なんかこう浮き輪2つついてるっていう感じに。三段腹じゃないけど、そうそうそう、二段腹みたいになっちゃってますね。鏡餅みたいになっちゃったんですね。ヨヨンってね、縮んじゃいました。いやね、困りもんですね、うん、まあね、くしゃむし君はしめしめって感じで飛んでってますね。はい、次はゾウさんにね、飛んできました。ゾウさん、鼻が長いから止まりやすそうですね、くしゃむし君もね。ゾウさんもなんだなんだって顔して見てますけど、そう見てるうちに、ね、鼻に止まられちゃいますね、はあはあとね、大きい口開けて、あ、大きいくしゃみ出そうですね、うんうん、ハクションと大きくしゃみ出たら鼻がね、すっごい伸びましたね。伸びちゃいました。ビヤーンってね、でっかいゾウもね、ちっちゃくなっちゃってね、遠近法みたいなね。いやーねー、困りますね。うん、困ったもんです。すごいね、この描き方面白いですね。そうですね。鼻の穴がすごいね。鼻がね、ビヤーンって伸びました。で、最後のキャラクターになるんですけど、はい、この表紙のね、ライオンのところに飛んできました、うんうん、ライオンにもね、特に怖がらず果敢に行きますね、うん、やっぱり鼻にね、止まって、うん、あーあーとなりますね、あー、くしゃみが出る、
こちょこちょっとしてるんですかね、くしゃむし君もね。でもさらに大きい口になって、もう全部がね口ですけど、あ、大きい口で拍手を思いっきり出したらね、なんとなんとライオンの縦紙がね、スポーンと縦紙ごと取れちゃいましたね。頭ツルツルになっちゃいました。かわいそう、これかわいそう。そう、ね、寒そうでもありますしね、拍手ってね、もうライオンのね威嚇っていうか、なんか威勢がちょっとね、うん、耳ないんですね。耳がね、そう、こっちにもないんですよ。あ、そっか、うんうん、どっかちっちゃくね、収納っていうか、こう後ろの方にあるのかもしれない。あ、そうですね、うん、かわいそう、すごいかわいそうですね。ちっちゃくなってますね。はい、あとここでくしゃみしくんもニコニコで飛んでっちゃいました。はい、でくしゃみしくん最後にね、お花に飛んできて楽しかったなーって言って、うんうん、おしまいですね。でみんなくしゃみさせられてね、裏拍子ではもうくしゃみし飛んできたけど鼻隠してね、うんうんうん、もう止まらないでって感じですね。いやー、うん、そんなされたらもう大変なことですよね。ねえ、うん、そっかそっか、なるほど。なんかこのくしゃみし君が最後なんかなるのかなと思ったけど、うん、そうでもなく、うん、そのくしゃみさせてもう満足って感じなんですね。そう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 、くしゃみし君のいたずらのって感じですね。いや、こんな大きい体でもやっぱこんな小さいのにね、うん、やられ、うん、やられるっていうか、うん、そうですね、うん、我慢できなくなっちゃいますね。ねえ、みんなちっちゃくなってましたしね、ここでももうちっちゃいちっちゃい、うん、そうですね。こっち来ないでって感じでね、うんうん、いや、わかりますね、うん、でもね、いや、でも本当になんかこの帯にも書いてある、うんうん、ね、子供たちと一緒に作ったって書いてあるぐらいなんですけど、うん、なんかうち の3歳の次男に読んだ時も、うん、なんかだんだん初めはね、聞いてただけですけど、うん、読み進めていくとこう同じ言い回しっていうか、うん、ハクションとか一緒なので、うんうんうん、なんか一緒にハッハッからやるんですね。そうそうそう、一緒に言って、はい、で、そっかそっか、で、あの変化にすごい笑って、うん、あ、やっぱ楽しんでましたね。本当ですね、亀の甲羅がスポーンと取れましたしね。そうそうそうですね、ライオンの縦紙もボーンと取れました。そうなるかって感じでね。いや、そうとはちょっと思わなかったですね、うんうん、私今初めて見ましたけど、この展開はちょっとびっくりした、うん、そうですね、まさかそうなるとは、ね、それ取れるんだよ、うん。なるほどね、まあ、でも子供ってこういう大きな変化大好きだよね、うん、大好きですね、意外な変化ですよね、うん、本当ですね、うんうん、草、うん、くしゃみ虫、あ、くしゃむし、うん、くしゃむしいるかもしれない、いるかも、なんかよくこの辺なんか来ますもん。急になんかもぞもぞする時ありますね。そうそう、なんかありますね、ね、もしかしたらね、うん、飛んでくるかもしれないですね、うんうんうん、いるかも、うん、その辺にいるかもしれません、ね、うんうん、ですね、皆さんも気をつけて。何飛ぶかも、何飛ぶかな、紙かな、あ、その辺も気をつけないと、ね、そうそう、何か飛んじゃうから。そうですね。ですね、今いろいろね、うんうん、これからちょっと寒くもなってきて、風邪とかね、いろいろ流行ってくるので、うんうん、またくしゃみもね、風邪とかくしゃむしくんにも気をつけていただいて、ですね、はい、はい、で、なんか出そうな時はぜひね、マスクをしていただいて、うん、はい、楽しんでいただければと思います、はい、今日はハクションをご紹介しました。